エドワード・ドン・フランク・エディ・ハウは、イングランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダーであり、13歳の時に加入したボーンマスで、キャリアの多くを過ごした。2009年1月のボーンマス監督就任当時は、フットボールリーグで一番若い監督であった。2008から09シーズンは、マイナス17ポイントの勝ち点からスタートした。 ボーンマスを残留させ、翌シーズンはリーグ1へ昇格させた。バーアンリーで監督を務めた後にボーンマスに復帰し、クラブ史上初となるトップリーグ昇格へ導いた。2015年にはフットボールリーグの表彰が始まってから10年を記念した表彰において最優秀監督に選ばれた。ハウはボーンマスにユースチームができ、そこに入るまでは、 地元のロスガースというチームでプレーしていた。1995年12月に行われた春式戦で、ボーンマスのトップチームデビューを飾った。ボーンマスのディフェンスラインで重要な選手となり、1998年には U-21 のイングランド代表に選出され、トゥーロン国際大会に出場した。2002年3月、ポーツマスに40万ポンドの移籍金で移籍することになった。 ハウは、ハリー・レドナップが監督に就任して獲得した最初の選手であった。しかし、契約後すぐに迎えたデビュー戦のプレストン・ノース・エンド戦で膝を負傷し、ハウのシーズンは早々に終わりを迎えた。2002から03シーズンの開幕戦であるノッティンガム・フォレスト戦で復帰して、出場を果たしたが、出場時間9分で再び膝を負傷してしまい、 シーズン中の復帰は難しいものとなった。完全復帰には2004年に1月までかかり、3月の移籍期限日にスウィンドンタウンへローン移籍が決定したが、出場機会は得られなかった。2004から05シーズン、ボーンマスでは、初めの3ヶ月間をローン契約で過ごし、活躍を見せた。クラブの財政基盤は貧弱であったが、 サポーターも加わりハウの遺跡金を捻出するために、エディシェア基金を設立し、数日で必要な遺跡金額に万千ポンドを集めた。3シーズンの在籍で50試合以上の試合に出場したが、2007年に怪我で引退を余儀なくされ、リザーブチームのコーチに専念することになった。十九歳だった二千六年の十二月に、ボーンマスの監督であったケビン・ボンドにコーチに任命され、 選手と兼任でリザーブチームの指導に当たることになった。トップチームのコーチに昇格し、2007年の夏に膝の怪我により選手としてのキャリアを諦めた。2008年9月にボンドが監督を解任されるとハウもポジションを失った。ジミークイーンが監督を務めていた時にユースチームのコーチとしてボーンマスに戻り、2008年12月31日に クイーンが監督を解任され、ハウは監督代行を務めることになった。指揮を取ったアウェー A の2試合で2連敗を起死したが、2009年1月19日に、ハウは正式に監督に就任した。ボーン・マスは17ポイントの勝ち点の減点処分を受けていたが、最終的に広角ゾーンからの脱出に成功し、残留を果たした。2009から10シーズンは、 クラブ記録となる開幕からの9試合で8勝を挙げた。2009年11月にピーター・バラ・ユナイテッドは、ダレン・ハーガソンに代わる監督として、ハウに接触したが、ハウは、そのオファーに断りを入れた。ボーンマスは、選手の獲得を禁止されていたが、2010年4月24日に、行われたバートガアルビオンに2 0で勝利し、3シーズンぶりとなる、フットボールリーグ1昇格を決定した。 2011年の初めに、いくつかのクラブがハウに接触したが、1月11日にボーンマスはハウが監督を続けることを発表した。しかし、1月14日にバーンディの監督に就任することでバーンディとボーンマスは合意したことが明らかとなり、コルチェスターユナイテッド戦がボーンマスで指揮を取る最後の試合となった。2011年1月16日、 チャンピオンシップに所属していたバーアンリーの監督に就任し、クラブと3年半の契約を結んだ。2011年1月22日に行われたスカンソープユナイテッド戦で初めて指揮を取り、試合は0から0の引き分けに終わった。2010から11シーズンを8位で終え、2011から12シーズンを13位で終えて迎えた2012から13シーズン途中の10月に、 個人的な理由によりバーンリーの監督を辞任した。2012年10月に、かつて指揮を取ったボーンマスの監督に、再び就任した。ハウは11月を3勝2分で終え、FA カップでも勝利を挙げると、リーグ1の月間最優秀監督に選ばれた。2013年4月20日に、チャンピオンシップ昇格を決め、最終的に優勝した。 ドンカスター・ローバーズには1ポイント届かなかったものの、準優勝でシーズンを終えた。2013から14シーズンは、プレーオフ圏内に6ポイント届かず、10位でシーズンを終えた。2015年4月19日、フットボールリーグの表彰が始まってから10年を記念した表彰において、最優秀監督に選ばれた。2015年4月27日、ボーンマスは3の0で、 ウォルトン・ワンダラーズを倒し、プレミアリーグ昇格を決定した。しかし、試合終了時点では、得失点差で19点の差をつけていたものの、3位のミドルズブラが試合を終えておらず、昇格が確定してはいなかったため、昇格を祝うことはなかった。昇格決定後にハウは、感謝をするのは、私の方であって、ファンの皆さんではありません。家族的なクラブで、 日が当たるに値するクラブです。と述べた。5月2日に行われた最終節のチャールトンアスレティックに3から0で勝利し、ワトホードが勝利を逃したため優勝チームとしてプレミアリーグに挑戦することになった。以降、5シーズンにわたりプレミアリーグの座を支出した2019から20シーズンチーム内に負傷者が相次ぎ戦力不足のままシーズンを過ごすことになり、 シーズン終盤からは降格圏から抜け出すことができず、シーズン最終戦のエバートン FC 戦に勝利したものの勝ち点3差で追っていたアストンビラ FC が引き分けて勝ち点1を獲得したためにボーマースはエフルチャンピオンシップ降格が決定。シーズン終了後の2020年8月1日に退任することが発表された。ハウは結婚し、二人の子供がいる。手首には アルファベット R のタトゥーが刻まれているが、これは、かつて飼っていた黒毛のラブラドール、ロドニーへの思いを込めたものである。子供の頃は、エバートンのサポーターであり、ガリー・リネカーがアイドルであった。ありがとうございます。